どうも、はじめましての方ははじめまして、ゆっくり霊夢かっこうぷ主です。マリサだぜ。今回から新シリーズ、成田家編やっていくよ。シナリオ、主人公ともに天下統一総選挙で決まったんだぜ。総選挙はコミュニティで開催してるから今回参加できなかった人はぜひ次回開催予定だから参加してみてね。みんなの参加待ってるんだぜ。それじゃあシナリオ選択していこうか。今回遊んでいくシナリオは小牧長久手の戦い、豊臣家、徳川家がある程度大きくなってるシナリオだな。どっかの勢力で無印の時にやったことある気がするんだよね。成田家は北条家に従属状態から開始するのか。詳細設定の確認、難易度供給、他もろもろは変更なし、姫武将ありにしてるよ。架空姫はなしにしてるんだぜ。開始前に家臣団の確認やっていこうか。死亡にて乱世を超える。なんか毛深いね。もみあげの存在感がすごいな。てか親族しかいないのか。何より重要なのが混乱持ちがいるかどうか。あ、勝ったわ。でもなかなかいい年だし長生きするかどうか。昇天するまで安末さん無双が始まりそうな予感。てか動画やコミュニティで主人公の解散いつ出てくるのか聞いたのに誰も教えてくれなかったんだが。だいぶ後だったらしばらくは長安が主人公だな。解散のパッパは宇治長さんだっけな。年齢的に宇治長さんが解散のパッパで長安さんがじいじと予想。他は宇治長さんの兄弟と子供かな。正解は解説班がコメントへ。能力的にはまあまあ高い方なんじゃないかな。いや弱いだろ。立花家編での印象強すぎで感覚バグり散らかしててくさ。宇治長さんとか普通に強いと思うんだけどな。網の目がごとく策を張り巡らそうぞ。そんなこんなの成田家、いつ主人公元服してくるかわからないけどやっていこうか。我が計り事が乱世に通ずるかな。新シリーズの開幕じゃあ、ほんと毎度叫んでるな。開幕は叫ばないと落ち着かなくなっちまった。とりあえずもろもろの確認やっていこうか。思ったより秀おじ結構拡大してるね。これはラスボス徳川家か秀おじになりそうだ。シナリオどんどん進んでいっちゃったらラスボス徳川家になっちゃいそうだ。毎度楽しみの制作確認。今回は固有制作なしだな。残念、次に火災の確認。他見てもあんまりすぐに使えそうなものはないな。序盤だけ掌握速度上昇がピンポイントで使えるかなといったところ。舞踊もパッとしないな。せめて城郭不振とかがあったら使えそうだったんだが。まあ最初は北条家に援軍頼みながら周辺勢力吸収していく流れかな。佐野家、結城家と隣接。周辺の外交状況確認。待ってくれ、関東で複雑に組みまくってるせいでよくわからないぞ。とりあえず攻めていったらどこかしらから援軍が来ると思っていた方が良さそうだ。織田家、那須家はうちと同じく北条家に従属。他は佐竹家を中心にちょこちょこと同盟組んでる感じだな。大体把握した。うちの兵力は現状2400。城一つ仲間の佐野家に攻めれないか家臣団確認。もう攻める気でいるのかよ。あ、吸収できるならかなり戦力補強になりそうだ。パッと見てもうちより強いことがわかるな。大丈夫、うちには最終兵器安末さんがいるから。次なる手はマジで攻める確認しててくさ。だって最悪結城家から攻められても北条家から援軍呼べばいいし、なんなら呼ばなくても防衛できるまであるからね。配置されてなかった武将の配置していこうか。城主相性で少しはマシな能力になったな。あとは軍開発か。あ、農村少なめかもしれないな。兵力増加はもちろんだけど兵糧収入が少ないのが困るかな。二部隊分割させて出陣していくから二部隊目が大体兵糧すっからかんになるんだぜ。コメント的には兵糧不足だけど敵部隊壊滅させたらなんとかなるかもしれないし試しに攻めてみるか。まさか本当に初手から攻めるとは。耐久値高いから街道封鎖狙って攻撃していくよ。あとはすぐに結城家から攻められないことを祈るのみ。北
ったら北でカウンターしていくけどね。てか軍開発が少ないなら今からすぐに援軍呼べるように北条家と代行していこうか。およそ半年で援軍呼べるんだぜ。さあ油断して城主部隊出てこい。これは収入増えるから嬉しい提案だな。その代わり援軍や防衛理不尽に呼ばれることあるけどね。お、城主部隊出てきたな。はは、バカめ、痛い目見せてやる。唐沢山城の戦い。解散、早く元服してこないとどんどん勢力拡大しちゃうぞ。秒数数え間違えて少し食らってしまった。これがウプ主に混乱を持たせたらダメな理由なんだぜ。敵部隊が一部隊ならどんな敵でも負けないからね。策の仕掛けどころ。それでも兵糧不足なんだ。こればっかりは元の能力が低いから敵兵力とかそういう次元の問題じゃないんだろうな。それでも何回か攻めていけばそのうち吸収できるんじゃないかな。その前に北条家に玉られそうだがな。お、イベントだ。天正12年。あ、これ新規追加かも。なら見ていくか。信長亡き後の天下をめぐり、尾張は小牧の地にて大軍勢が退治していた。これちょうど大河やってるところかな。大将を開いたのは織田信勝である。この顔グラダシ追加だな。注目の一致するところ、この戦の本質は羽柴秀吉と徳川家康の直接対決以外になかった。やっぱ大河のところだ。天下を握るのは猿か、はたまたタヌキか。戦局は膠着し、不気味なほどの沈黙が続いた。両英が退陣すること一刻、先手を打ったのは猿の方だ。老いの秀次率いる別動隊が密かに陣を発する。だが素早くそれを察知した短期はにやりと口元を歪めた。なぜ呼ばれなくてさ、東大一の野戦上手がこの好機を逃すはずもない。羽柴方の狙いは後方への奇襲であろう。それを逆手に取り、その別動隊を不意打ちせん。徳川方は動かぬ手を装いながらも未明に一段を裂き、隠密のうちに出陣させた。安政さんに掘り作らせたやつだね。急ぐ羽柴隊は長久手で不意に進軍を阻まれる。卑劣にならずとも驚いたであろう。目の前に突如葵の旗が現れたのだから、なぜここに徳川軍が。目飛び出そうだな。突然の銃声が暁の静寂を破る。地を揺らす轟音に秀次隊は混乱をきたした。羽柴軍の歴戦の将池田恒興ですら動揺した兵を収めることはできず、あたらその命を落とすこととなる。吉成さんも討ち取られたんだっけ。わずか一刻の戦闘で勝負は決した。徳川方の圧勝である。だが辛くも逃げ戻った秀次から敗北を聞いた秀吉は全く動揺しなかった。わしの作戦じゃないとか言ってたな。動揺を見せなかった。たかが一局地戦の勝敗など天下人の関心事ではないと言わんばかり。あたかも長久手での戦などなかったかのごとく悠然と退陣を続ける秀吉に、今度は家康の方があっけに取られた。結局両雄の因縁は外交の舞台に移る。手痛い一撃を食らわせた家康の手腕と敗戦を滋賀にもかけぬ秀吉の豪胆が、はめっちゃ真っ白、おきびのように互いの心でくすぶり続けたまま。大河見てたから話が入ってきやすかったな。既存のシナリオにも追加が入ってたとは。前からあったら笑うがな。そんな小牧長久手の戦いより唐沢山城の戦いの方がうちにとっては重要なのです。街道封鎖しても削れ方が遅いな。
兵糧切れで兵力失うと結城家から攻められた時の防衛ができなくなるから、兵糧が30日になったら撤退しようか。耐久期半分くらいは削れそうか。それにしても結城家全くうちに攻めてこないね。 CPU はプレイヤーに殺意高すぎるのに珍しいな。北条家がバックについてるからかもしれないが、時間切れだ。唐沢山城攻めはここまで。騎乗に何日かかるかざっくりと把握していくよ。およそ10日ほどだったな。なら残り15日くらいまでなら粘れるか。その前に兵糧回復が絶望的だぞ。これ次出陣できる時にはもう耐久値回復されてしまってるかもしれない。やはり北条家の援軍待ちするしかなさそうだ。徳川家が上杉征伐に向かってるね。真田家は上杉家に従属。もしかしたら援軍に向かってる間に御触れたりしないかな。策の仕掛けどころぞ。すぐ攻めようとしてて草。実際の長安さんもこんなにアグレッシブだったのだろうか。今回兵糧足りないけど唐沢山城より上田城の方が耐久値低いんだよね。ならイベントもろもろぶっ壊れそうだが、北条家の援軍使って攻めれば可能性はあるのか。もともと私イベントクラッシャーだし、今さらクラブ壊しまくろうが問題ないんだけどね。問題ないわけではないと思うんだが、援軍もらえないじゃん。どこか攻略目標に設定してるな。まさかうちの佐野家狙ってるんじゃないだろうね。いつから佐野家がお前のものになったんだよ。まあ普通に考えるなら佐野家、結城家、もしくは今までの北条家の動きからしたら佐竹家かもしれないな。佐野家が無事なら何でもいいんだけど。お、沼田城の信行さんが動いた。だからすぐに攻めようとするな。ダメか、根本的に能力と兵力が足りなさすぎる。北条家が戻ってくるの待つしかないかもな。北条家が動いた。目標は佐竹家だね。多分史実の動きなんだろうな。じゃないと絶対に小規模の佐野家や結城家狙うはずだからね。てか佐竹家確認してなかったけど、めっちゃ同盟多いじゃん。ほとんど北条家以外と組んでたんだな。北条家が戻ってくるまで佐野家を攻略目標に設定して待ってるよ。あ、長安寿命前みたいだ。マジか、解散元服前に代替わりしないとダメなのか。こういう時史実知ってる人ならこの人ってなるんだろうけど、私知らないから能力重視。なら宇治長だな。城主能力上がって制圧できる幅が広がるといいんだけど。それじゃあ宇治長さん、解散元服するまでよろしくね。コメント的にも息子だったな。お、結構能力上がるじゃん。では、北条家援軍可能に。唐沢山城へは2部隊4500。沼田城にも向かわせれるのか。でも唐沢山城4500でも多分兵力足りると思う。結城家にも部隊数は増えるが兵力同じ。なら唐沢山城に援軍お願いしよう。それでよかろう。援軍の能力めっちゃ高いじゃん。これなら制圧できそうだ。しっかりとポイントも貯め直しておかないとね。ことを始めます。それじゃあ北条家の援軍といい感じにタイミングが合うように調整。よく見たら3方向街道封鎖できそうだから狙っていくよ。より確実に制圧するためだな。ひたすら強行中。よろしいですか。織田家と北条家の同盟関係が切れたみたいだ。よろしいですか。あ、一つよろしいか。ああ、すっかり佐竹家のこと忘れてた。一部隊でも仲介回避を食っておけば。無念すぎるんだけど、漏れなく半年間動けないからな。結城家攻めようと思ったら攻めれるけど、城間隔狭いから分割できないだろうし、絶対援軍必要なんだよね。結局ポイント貯め直してるうちに停戦解除されそうだ。ああ。神獣勢力の心折りに来てて草。北条家、それはひどいよ。さすがに防衛できないだろうな。まあこうなるよね。てことはうちが滅ぼせるとしたら宇都宮家、結城家、無理だろうが真田家だな。真田家だけは絶対に吸収したいところ。吸収できたら成田家から実質真田家へと大変身だな。
徳川家はひたすら上杉家攻めてるみたい。寺が来たが費用なくて見送り。外交ポイントが貯まるまでひたすら待った。するとまたイベント。天正13年、徳川家康は信州の古城上田に不釣り合いな大軍を差し向ける。これもおそらく追加だ。名役を破り上杉と結んだ真田に鉄槌を下すためである。ちょうど大河のところすぎる。目標とする上田城はかつて徳川家が普請を手伝った城でもある。真田の小勢恐るるに足らずと聖兵たちは意気揚々と城門に迫った。その時だ。たかさんごいやこの裏船に放げて。めっちゃビブラート。突如戦場に響く祝言の音声に徳川の将兵は誰もがいぶかしみ眉を潜めた。これ祝言だったんだ。人を食ったような笑みを浮かべ城内から徳川軍を見下ろしつつ歌うその男こそ、え、人食ったの上将真田阿波守正幸に違いない。悪そうな顔だな。戦い始める前から勝利を確信し寄せ手を小馬鹿にするかのような敵将の態度に挑発された三河武士はにわかに殺気立ち大手門へ一直線に攻め寄せたが、勢い余って二の丸へと進んだ頃、いつの間にか正幸の声が止んでいたことに気づく。誘い込まれたのか。その刹那、いずこに潜んでいたものか、白方の兵が一斉に射撃を浴びせた。狭い車で身動きが取れぬまま徳川の大軍は続々と弾丸の餌食となる。大河でははしょられてたから助かる。退却。正幸の術中に陥ったことを悔やむ時すでに遅し、千鳥がかりに退路を阻まれ徳川の部隊は総崩れとなる。たむを得ずその身を本流へ投じ、河川は阿鼻叫喚の巷と化した。途中の伊豆がひどくてカット。徳の代償は六門の銭では済まなかった。この一戦は徳川方の面目を潰し真田への畏怖を刻んだ。真田と徳川両家の長き因縁はここに始まるのである。なるほど、こういうことが起きてたのか。真田家でプレイした時には見れなかったものが見れてるな。あれ、これ真田家プレイだっけ。成田家だよ。でも真田家秀吉に従属ならもし城一つになれば仲介回避しながら吸収もできるかもしれない。ポイント貯まったが結城家は北条家にラストワン取られそうだからあまり気が進まないな。時間もだいぶ長くなってきたし今回はここまでにして次回考えようか。最後に兵力確認。最大兵力順なんだぜ。あ、あった。思ったより下ではないな。早くに完全掌握したからそれで中盤くらいなんだろう。いやー、新規ムービー堪能してしまった。佐野家だけは悔やまれるな。仲介回避できてたら間違いなく制圧できてたからね。次回に影響しなければいいんだけど。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。